はい、皆さんこんにちは。よろずやレディオの世界へいらっしゃい。というわけで、まあ2021年ももうほぼカウントダウンに入りましたね。で、この動画もまあ年内はあとまあ数回になると思います。で、まあ今回なんですけど、今回お便り来てます。で、今回のお便りなんですけど、前回動画で言ったようにまだプリンターがちょっと直ってないので、今回もちょっと手書きで紙に書いてまいりました。で、それちょっとお便り読み上げていきたいと思います。はい。で、今回ですね、ラジオネーム明るい農村さんですね。で、45歳男性です。で、内容なんですけども、今更聞けない相談事って書いてあります。で、何かと言いますと、なんだこれは、集団で草刈りをするときですね。するときに、草刈り機を持って、朝の集合場所から、現地まで100ないし150メーター程度移動するのですが、まあ、そのとき、刈り払い機を持って、で、どのようにして移動してますかということですね。で、なんでって話なんですけど、まあ結果的に邪魔だし重いし、でメンバーと当然話なんかしながら移動するそうなんですけども、まあその時にお互いそんな離れて歩ってるわけではないので、ちょっと気を使って歩かなければならないよねという相談ですね。で、まあ何かいい方法とかがあればお教えくださいという内容です。はい。いや、結構普段皆さんが気にしない部分っていうのかな、こういうとこに結構すごい着眼点を持って相談してきましたね。はい。よろずやもあまりね、そういうことは気にしたことないんですけども、ただよろずやもその徒歩で移動する件ですか、こちらについてやはり昔やらかしたことありますありまして、これだいたいどのぐらいかな、自分が、まあ、30後半ぐらいの時だったので、今から20年ちょっとぐらい前ですかね。その頃まだ草刈りもそんな慣れてなくて、で集団の草刈りもちらぽらぽらと行き始めた頃で、でその時にたまたま自分の友人がそのメンバーに当時はいたんですね。いて、でその友人と一緒に、まあ、朝その朝礼が終わって、じゃあ移動しましょうって移動してる時に、こうふざけながらこう歩ってたわけですよ。でふざけながら歩ってたらば、その時に自分よりいくつかな、4歳か5歳ぐらい上の先輩がいまして、でその先輩から、おい、そこの2人なんて危ねえから、そんなふざけねえでちゃんと歩けやなんて言われて、でその時に、まあ、自分の確かその時左後ろにちょうどその先輩がいて、こっちにその話をしてきたわけですよ。でその時によろずやも力いっぱいグーンって振り向いたんですね、草刈り機持ったまま。でその頃よろずやも草刈り機こう平行な状態にして体の横に持って歩ってたので、だって皆さん大体そういう持ち方すると思うんですけど、で振り向きざまにその我々に注意をしてきたその先輩のその機械に当然、まあその自分の機械の刃の部分がぶつかって、プラス先輩のズボンちょっと傷つけてしまったということがありました。でその時先輩はまあイラッとはしてたみたいですけど、まあ別にコロッといって咎められることもなく、まあちょっと危ねえからよ、今後気をつけろよななんて話してまあ終わったんですけども、でその時を機に草刈り機の持ち方っていうのを自分でも変更しまして、でその時からじゃあどうやって持ってるかっていうと、自分のハンドルがついたタイプの草刈り機なんで、ハンドルの部分を右の肩にこう引っ掛けます。引っ掛けて刃を上に向けて、で当然下にエンジンの草刈り機のエンジン部分がありますよね。そこの部分のちょうどエアクリーナーのカバーの部分、あそこがちょうど腰あたりのところに来るんですね。でそこのエアクリーナーのカバーを手でパコってこう持って、それで持って歩ってます。ってことは結局上には当然人はいないので、だからそれで人を怪我させることはないよねと。でそれでなんかでね転んじゃったりなんかした時は、もうそれはごめんなさい、自業自得だよねっていう話になってしまうんで、まあそういう形でもう20数年そうやって持って移動してます。でやはりそれを見てかどうか、もう一人自分より8つぐらい先輩なのかな、その方もそれいいねって真似してる方がいて、その方面白くて、自分はこう前でこう持つんですけど、その先輩はちょっと前じゃ持ちづらいっていうことで、そのハンドルの部分からシャフトとエンジンを背中に背負って、左に背負ってこうやって持って歩いたりするんですよ、その先輩が。でよろずやとそのやり方は試してみたことやりづらいので、いやよろずやいつもこう前にこう持って、それで歩ってます。でやはりそのメンバーの中では強者が最近まで一人いまして、その強者はその現地まで家が近いんですね。家が近いのでチャリで来たっていうパターンなんですよ。いつもチャリで来るんですよ。でチャリで来るんですけど、背中にこう背負ってチャリを運転して、それで現地に来る方が一人います。はい。その我々がその草刈り子を職業になってから
からその方もやっぱりそれをやってます。その方ももう10年ぐらいそれやってるのかな、なそんな方がいます。なので結果の草刈り機の持ち方にこれといった決まりはないので要はもし明るい農村さん背中に背負うかよろずやみたいにこう前にこう肩からかけて持つか、多分どちらかのパターンが人とじゃれ合ってもまあ危なくないし結果的にはベターなのかなと思っております。はい、まあよろずや的にもこの持ち方がまあ二十何年やってますけど、まあ極論としましてまあ究極の持ち方なのかなと思っちゃったりします。どうでしょう。それではさよなら。ズンおっしょってです。今回の動画から、まあ年末クリスマスももう過ぎましたんで、どうですか、この後ろのプレステですね。こちら今度追加してみました。よろずやのイメージからちょっとかけ離れるとは思うんですが、まあこんなのも面白いんじゃないかなと思いました。はい。なので皆さんどうでしょう。で、ちなみにこれを使ってる方がいまして、要はコスプレ界の女帝、エナコですね。エナコこれ使ってるんですよ。よろずやはエナコになりませんけど、まあ気持ちだけでも、まあ、ファイナルカウントダウン、エナコ、フォーミーみたいな感じで、まあ、そんなことはどうでもいいですね。まあ、もうね、還暦近いおじさんが、何わけのわかんねえこと言ってんだってことになると思いますけども、まあ、そこはまあ、いいでしょう。はい。では、久々に、こちらです。よろずやの好きなコスタ。今回、ブラックフライデーで購入しましたんで、大量買いしちゃいました。これでちょっと、あ、蓋が落ちた。まあ、いいでしょう。うまいね。それではさよなら、またお会いしましょう。